はい、動画3本目になっちゃいました。大して実りもないのに。185年に年が変わりまして、まだ後期の乱起きてないというか、全国的な強制参加イベント戦闘として起きるわけではなく、聴覚がこの中原の紀州、遠州、余州あたりを、青州は仕方がないな、抑えているというマップによって後期の乱が表現されているということが分かったので、演術が賊の汚名を着ることは免れました。なぜなら後期の乱が暴れているから。で、霊帝の代わりに家臣が洛陽の勢力を引っ張っているけれども、洛陽は今一つしか地域がないから、それほど、最大勢力ではない、五感が最大勢力ではない。無常将軍の霊帝、これこそね、エディット武将で自分で追加すべきだろうと思いますけど、ということで、これ洛陽への侵攻はね、結果しか評価されないということが判明したから、生半可な希望的観測で目標立ててはいけないという教訓が得られた。日々成長ですね。よくわかんないけど、演術のレベルもかろうじて上がっているし、いいんじゃないでしょうか。みんなでも傷ついて怪我してたんだよな。怪我してるとなんか死んじゃうんだっけ、だっけっていうか知らないんですけど、まあ内政さん人事1のペースはあまり変わらないです。そして進行目標、どっか弱いところ攻めたいですよね。常陽欲しいけど、ここを得ると圧倒的に安定するのだが、劉表、馬頭この後輩地欲しいし、おそらく貿易みたいな特典もあるのかな。欲しいけど兵力がみんな7000、8000ぐらい。まあ、東卓魔王とか絶対無理だから、東卓老生で、つまり根拠地でいるんですね。本拠地でいる東卓はなるべく長安今自分が持ってるからね、なるべく出てきてほしくないんですよね。この馬元義でも、黄金ってどんどん兵力が追加されるのかな。でも漢帝国の進化としては黄金を攻めるのが本当なんですけど、ただ常陽が欲しい、もうこれは執着しましょうそれってダメなんじゃないかと思うけど、東洋一人引き抜きは無理なんだよね。でもまあ交流は4回行いたい。行動力も4回あるからね。そうなんですよね。1ヶ月ひたすら人材交流、人事交流に徹すれば。しばしお待ちを。なんだ、この方針でいかがでしょうか。綺麗が逆らった、洛陽にどうしても行くと。いやー、気持ちはわかるんですけど、綺麗さんの武力でいけるんか。でも兵力もだいぶ傷ついてるしない。よし、攻めるか。攻めるぞ。わしの決定は、結局聞いたのか聞かなかったのか。あ、聞いた、聞いてないのか。ちょっと綺麗の忠誠心が下がるんじゃないのかちょっと兵力の回復をしたいっすよね。歩兵まだみんな傷つきまくってるじゃないですか。全然ダメ、もう 2,3 回徴兵しないと無理。うん、大凶、これ何持ってんの。扇、扇ってこの閉じ方すんの、なんかバトンみたいになってるけど。うん、なんかのイベントか、違う。徴兵しないととりあえず始まらないですね。金策もしたいが、そう、歩兵をするか。これで基本みんな最大兵力になったのかな。うん、進行は行われず小康状態っていうか、ここから史実だと189年まで霊帝による平和みたいなものがローマじゃありませんがあるんですよね。兵糧は増えてるけどお金は減ってる。これ赤は赤字で、青が過剰というか余剰、十分なんだね。その覚えなきゃいけない。そして画面に映ってる女給は、あ、消えちゃったけど、女給を演術から字を奪って曹操のもとに持ち帰った敵ですからねでもそんなロード画面の解説だけで何かが起こるわけではないので、とりあえず常陽を攻めなきゃいけないですよね。と言いつつ、なんか4回交流するって決めたから、この主人公っていうか主君の功績は大事ですよ。
純優もう粘るか、なんか純優別に好きでも何でもなかったけど、ここまでなんかね首都圏にうろうろしてるんだったら、まあ、ちょっとさっきとアングルが違う、なんですかね。あなたの催眠を聞いて参じました。え、来た望んでないのに来てしまった。いや望んでるのか。うーん、まあいっか、とりあえず目標達成ですね、うん、いいですよ。ありがとうございます。まあでも純優こそね、特に主義主張がなくどっちにでも転ぶ人っていう感じがするから、うまく手なずけることができれば炎術の新しい帝国においてね、休憩ぐらいにはなってもらっても全然大丈夫ですよね。うん、あと交流する日、あいつシュシュシュンがいる。失敗はでき、頭もつ。シュシュン、いやな、なでもな、叩き上げだから炎術とあんまり折り合いが悪そうなんですよね。しかも炎印がいつの間にか有効度 E になってるし、あんだけ出張ってくるのに。失敗はシュシュン行ってみるか。お前の力だ。まあ別に望んでないからねいや負け惜しみか。移動地域間移動して縁で誰かてか関ね、やっぱ無双武将初期からいるね、前半期からいる無双武将の武力は侮れないんですよ。うん、いるのかな。これちょっとめんどくさいな。またこの裏に回らなきゃいけないんだよな。この城ちょっと構造が悪いんじゃないか。このなんていうかキャラクターの矢印がでかすぎてどこにいるか自分で位置関係がつかめないっていう問題がありますよね。慣れていくしかないんだけど、これ上にいるのかな。鍵詰め的なもので、なんかいる。誰？空気がひんやりしてきたね。はいまだ暑いんでね、冷房を効かせながらこのゲームしてるから空気がひんやりとか言われても困る。てか3月って春からこれから夏じゃん。おかしくない？気候の乱れは政治の乱れですよね。あ、落ちたうん、とりあえずなんか親族ともね、親族の結束によって縁紙は乱れていくからね。 B になった、もうめちゃくちゃ有効じゃないですか。代わりに自分の代わりに死んでくれるんじゃないか。でも将来皇太子にするからね、死んでもらっちゃ困るんですよね。なんか人を避けると滑るようなことをするんだな。なんか鳥の声が聞こえるな。左耳のイヤホンから鳥の声が聞こえる。さっき動画上がってんの自分で聞いたんですけど、鼻から息を吸ってる音がするから口から息を吸った方がいいのか。うん、なんかもう一回講義聞こうか。炎城は中原の西に位置しているんだ。西へ行けば武漢にいたり、さらにその先へと進めば漢の二大都市である洛陽や長安にたどり着くよ。そうだな、漢の洛陽と長安に接しているというところがこの戦略的価値であり、だからここに忍術はいるんですよ。釈迦に説法もいいところですよね。うん、民の声を聞きましょうか。ここ炎城を含む一帯の地域は、なんか炎院に似てる気がするんだよ。今の王朝を開いた後部帝の手により発展したんだ。知ってる。今じゃ都ほどの活気はないけどね。まあ都ではないけど、その都だったからね。そこをとりあえずの拠点に選んでいるということはみんな分かってほしい。これこの散策してることもう無意味かもしれないな。引き上げるかこの火山を望む丘、火山で何をするんだろう。周王朝に思いを馳せるのかな。でもこんなステージっていうかマップがあるっていうことは何か、あ、なんだ、なんか随所でも得られるのかもしれない。あ、チクチクしてるけどこれは違うの。なんだ、え、これはあの四角点みたいな水準点みたいなやつかな。
ここをマーキングにして飛んできたのかな。人々が集まっているところに行けば、もしかしたら仕官したい人がいるかもしれない。そしてやっぱり一度攻めかけたのであれば落葉は取りたいよね。もう黄金の黄金が中原の東の方を制圧していて、かつ落葉が自分の演術の手に落ちてしまえば、五感なんか実質滅亡も同然なんじゃないかな。すごい遠い。馬来るのかな。馬来た、馬来た。いい馬欲しいな。演術だったら少しお金払えばいくらでも馬なんか、あ、なんか人がいっぱいいるけど族ばっかりじゃないですか。感染はいらない。シュシュンが欲しいね。あ、でもシュシュンさっき微妙だったんだ。はい、もう十分です。感染はいらないんだよね。でも なんですかね、武将として役に立つのかな。もう 一発で東洋の声をかける。お前の士官をお許しいただき、まあそうだよね。感謝いたす。演術に声をかけられたらこのレベルの人は味方になりますよ。これで目標を達成したのかな。散策終了です。なんか南の方で活発に戦ってる、北の方は勢力が均衡してるだけなのかな。半年に1回はね、やっぱり戦闘シーン欲しいですよね。天下の統一するための兵糧もまだ若干足りないんだよな。たった50しか増えてないしな。上陽に侵攻するって言ってたんだね。自分で決めておきながら忘れるって、これね、なんかゲーマーというよりは偉い人の悪い癖ですよね。ゲームの中では偉いんだって、とても悲しいけど、ロード画面に任せてなんか悲しいこと言ってますが、兵糧をとりあえず集めましょう。目標にもなってるし、そうしないと攻め込めないから。うん、7500。なんか意見持ってる人との友好度は高まったし、兵糧も若干増えた。そろそろ上陽に、そろそろというほどでもないけど、無双武将が充実する前に攻めてもいいんじゃないか。そろそろ攻めますよ。あと半年、違う2ヶ月で半年が終わってしまうので、攻めるか。攻めるとしたら、あれ、あ、人がいないから、どうやって武将移動する必要があるのかな。武将の移動人事かな。配置変更、ここからん、あ、ここに長安から移す人を決めれるんですね。とりあえず自分演術と、あと兵力がとりあえず多いことが大事で、順優は活躍してほしい。長音、候補数、強髄、これぐらい移せば十分でしょう。これで保存したいですね。いえ、決定。これで移動したかな、進行できるかな。うん、味方武将、あれ、移動できてないですね。そして敵方の武将が、無双武将がいないから、今こそ攻めるべきであり、そしてあの武将の配置変更をちゃんと保存しないとダメです。演術に移ってもらって、演員、これ武将数が赤文字になっても大丈夫かな。綺麗、教授、この辺史実の演術べったりだった人たちをしっかりと連れていきましょう。保存ボタンどこ、オプションボタンか。あ、人移したら1ヶ月経っちゃうの。まあそうだよな、移動に時間かかりますもんね。この半期は最後になるのかもしれないので、攻めましょう。あ、強制的にリマインドで最後の月に攻めるっていうコマンドが出るんだ。劉表も大概ね、五冠の当人として名声があったから、格の違いと言っていいのかわからないが、
兵力互角、あとはもう敵軍に対した、まあ自分も自軍にも無双武将がいないから大した人はいないんですけど、互角で十分国力を傷つけず、あ、同盟の援軍お願いします。そうか、袁紹は家臣と同盟してるけど、劉表は袁紹の味方、史実は味方だけど、あれはね曹操が挟まっているからそうなるわけで、これに関してはまだ全然袁紹が私たち袁術に味方する理由はあるので、よし、もうなんか短期決戦的に劉表もやっぱ武将の名前、武将のグラフィックつけて入れ替えてあげたいですよね。なんかこの地はいただく、みんなかかれ、綺麗、頑張って順番に制圧していけば、あー、放棄、放棄、放棄が来てくれるんですね。成功条件、あ、敵の拠点を制圧すれば味方が到達する足がかりになるんですね。超員とかいらないし、ここの拠点をとりあえず潰して大事な袁紹からの援軍を迎え入れるための拠点を入れる方が先です。でもまあ乗りかかった船なんで、慶州水軍を率いていそうな趙胤も乗りかかった船で倒してしまえば兵力が広がるんじゃないか。うん、いいですね。洛陽を攻めた時よりははるかに楽な気がする。そして体力の回復はどこでやるの？なんかアイテムが出る音がした気がしたんですよね。気のせいかな。まだいいや。目に物見せてくれる。そう、自分の通りがかったところ片っ端から制圧してても時間的に間に合うのかな。この正社兵長も倒してしまいたい。縁員が負けてるじゃん。細胞もね、名門ですからね、三国戦国となんかそんな役回りばっかり与えられているけれども、それがなかったら普通に曹操と同格の人物だから、劉表政権を支えた要の一人であり、だからこそ劉表と縁戚関係を結んでいる。うん、そんなそんなこと言っている間もなく戦況好転、ありがたいな。今もう3対2ぐらいになってるから、基本戦って、ね、奇襲とか無理な戦いをしてはいけなくて、勝つべくして勝つのを積み重ねていくっていうのが大事なんですよね。この無双も個人の武勇で乗り越えていくゲームであり、乗り越えることはできるのだが、それよりもこのエンパイアーズは有利な時に楽になるように作られてるから、そこがリアルに感じます。もちろんプレイヤーが何もしなくてもよくて回っていくんだったらゲームにならないので、そこはプレイヤーの裁量権がかなり大きく見積もられてますけど、とりあえずあれですよね、味方を迎え入れるためのあと2分しかないじゃん。遺跡とかってやってる場合じゃないのか。勝利への一歩よ。遺跡も拠点の中に誘い込んで一緒に切ればいいよね。ここでも作戦兵長がどこかにいる。そう、世の定めを一番分かってない人が言うのはね、やっぱり皮肉ですよね。でさっき言ったけど、おそらくマイクの音量が適切ではなくて取れてなかったから、もう一回思ったことを言ってしまった。この拠点の範囲がね、その柵で区切られてるから分かるけれども、明確に他と孤立してなくて地続きであるっていうことがリアリティを持つ内容かなと思います。あと2人、残りの拠点を制圧せよ。投石機が邪魔なんだよね。残り時間あと53秒しかない。袁紹がせっかく兄弟として助けてきてくれているんだから、これ袁員がどこまで
目標拠点が奪い返されたらダメじゃない。ここだけ倒しても、この拠点だけ制圧しても無理なのかな。誰か味方に護衛を依頼するべきだったのかな。自分が退出した途端に敵に奪い返されるって何の意味もない。キレイがどっかを制圧したよ。これで大丈夫かな。残りやばい、あと7秒しかない。これ無理なんじゃないか。細胞撃破失敗。制限時間内に失敗。これ炎章からの援軍来てくれないのかな。敵武将よりもはるかに優先すべき事故だった。邪魔されたっていうか、自分の優先順位間違えた。とりあえず兵力差は1対2ぐらいに広がっていくので、伏兵を倒せ。ここが自分の拠点になって、防御を誰かが監視してくれないとダメなのかな。この調印を締め出せばいいのかな。これで自分の拠点として確保できた。そうね、敵武将がいる中で中途半端に敵の武将がいるにもかかわらず中途半端に制圧したって、それは制圧とは言えない。遺跡弱いな、柔らかいな。すぐ切られてしまった。遺跡もね、調印捕獲なんだ。ああ。なんか作戦失敗しまくってる。もうちょっとちゃんと見なきゃダメだよな。適当にやっちゃダメですね。この矢印が自分がどこにいるかマジわかんないんですよね。とりあえずね、もうこの三角にあんまり惑わされないというか、解像度低い画面でも見れるように三角をでかくしたのかもしれないけど、逆に自分がどこにいるかわかんないんだな。とりあえずこの拠点に兵長さえ倒してしまえば、この投石機は制圧できるのかな。兵力自体はもう3対1ぐらいまで広がってるから、そんなに、ていうか伏兵の、伏兵を倒せって言ってた気がするのに、どこにいるんだろう。城の周りの投石機を全部、勝者出現。から遠い投石機を制圧しても何万円足しにならないのかもしれないですね。なんか副兵兵長、作戦兵長みたいな、なんか巨長みたいなでっかいの持ってるけど、作戦遂行するにはそれは邪魔なんじゃないか。倒した。ああ、勝者が壊された。壊されたらまた作ればいいんですよ。なんか弱い遺跡がなんか言ってる。ちょっとおでこの骨が出てますね、遺跡。顔を作れば気になり、顔がないと寂しくて複雑ですよね。あ、千人いつの間にか倒してる。これでこの地は我が主張よ。とりあえずここは制圧したので、この荒廃地からあの敵の拠点を、勝者がよく破壊されるな。作戦兵長、これなんだか分かんないんだよな。倒した。倒しましたね。いつの間にかね、だんだんこうゲームに慣れてくるっていうね、そういうあの
作中のキャラクターもレベルアップしますけど、自分もこのバージョンのゲームに慣れてくるっていう、そういうレベルアップもあるんですけど、今これ確か常用なんだよね。常用だから常用さえ抑えてしまえば慶州北部は完全に炎術のものとなるので、兵糧も安定供給できるし、洛陽を攻めるための足がかりにも強固になりますから。あの赤い三角がなんだろうね、敵の防衛隊長を指してるのか違うのかな。三角の数減りました。今減ってない、武将の数ではないよな。敵が十分柔らかいんだよねやっぱりそれは難易度が普通だからの、慣れるまではそれぐらいにしとかないとよくわかんないからね。柔らかい遺跡もそろそろ捕獲してもらってもいいんじゃないか。柔らかい遺跡ゼロになってるけど、遺跡がいるからまだ制圧できないんでしょうね。敵武将の目があるうちはまだ無理だから、敵武将を早く倒すか締め出すか。なぜかの三角ボーナスがついて、これでこの地は我が手中よ、手中に収まった。あの三角はなんか兵器みたいな、投石機器みたいなものを表しているのか。この円航路が打ち取ったぞ。またなんか文句言っちゃよくないんですけど、三角がどっち向いてるか、後ろにあの尖ったものがついてるせいで分かんないんやな。さすがですな。これで物を壊すの、物あ取り扱ってる兵潰した方が早いと思うんだけど。あー負けた。あ再出撃あの兵力を消費して再出撃みたいなやつ。ここまでか。あこれ自分の勝者、あのなんこの弩みたいな、これをどうやって壊すんだ。すげえ効率悪いな。どの前に立たなければいい、それこそ馬の後ろに立たなければ蹴られないみたいな現象。あ自分のに向こうとしてくるな。上に乗っちゃえばいいのかそれインチキだろ。まあでもそうですね、動物だって攻撃する方しえない方向に立ってしまえば攻撃は食らわないわけですからね。あなどこで食らった、ちょっと判定が謎。ちょっと工場兵器の文句言ってるうちにいつの間にか、あの精乱で城壁に登れるようになったので。あこれもう停止した。停止するときはこうやって粉々になるまで待たなきゃいけないですね。わあこれね、武将じゃないから油断してるとさっきみたいに死ぬから。でこの銅を他の銅が援護してるのかな。だとしたら結構そのものだと思ってあの銅って壊してる場合じゃない。この支援兵長これ地道に壊すしかないのかな。なんか自分側の兵器で壊して潰し合いさせられるとかそういうのが欲しいですよね。物壊してでもそんなに面白くない。それよりも中に攻め込む方が絶対全体の戦況を前に進めることができる。あ、土砲建造阻止に失敗したらこの土砲の製造を壊すことにもっと全力を尽くさないとこういう非効率なことが起きると。勝者が破壊されてるしね。ああチョウ君が苦しんでる。もうちょっとで、てか総大将がこんなことしてる場合じゃないんだよね。うん、これを壊したらもう次は青蘭に登って城内に、あ青蘭も壊されちゃったの。この土砲めちゃくちゃ厄介じゃないですか。これはもっと全力で阻止すべきだったのか。これによって工場兵器が全然耐久力持たないですもんね。ともあれなんか自分の戦車兵長が城門の上にいるってことはもっと援護してくれよ。
勝者破壊されてしまった。そろそろこの計略を使ってもいい頃だよね。設営なんだろう、設営って。どっか城門入れるところあるのかな。この正面に回り、兵糧、これ絶対プレイ時間だけ兵糧食ってるはずだから、土砲を壊している場合じゃないんだよな。普通に1ヶ月分の兵糧のほ、なんていうか穴埋め分が、1ヶ月分の兵糧の穴埋め分をこのよくわからないプレイで食ってると思うと明らかに採算があってな。なあ、こっちが頭なのかどっちが頭かパッと見分かんないから覚えるしかないですね。このネジ巻いてるのは後ろで、この矢がついて弓がついてるのが前、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。縄文の破壊もままならないしな。縄文、人では壊せないんですね。どういう時に、あ、これどういう時にヒットポイントが回復するのかもう少し理解した方がいいよな。そばにいると指示を与えれるのね。遊撃をお願いします。あ、勝者が頑張ってる。勝者を守るためにこの土砲を壊す。兵糧を著しく消費しながら、あまり嬉しくないけどこの非効率は自分が招いたことなので、次回は武将撃破よりも最優先に土砲等の建造を邪魔した方がいい。どんだけあるんだろう、めちゃくちゃありますね。てか味方がほとんどこの土砲の破壊に加わってないから一人でやってるっていうのが効率が悪いんだよね。この 三角は土砲なんですね。赤い三角は土砲 でかつ青色の投石機が城内の防御力を少しずつ削いでるから有利ではある。もう敵兵はほぼゼロだからね、何倍兵力何倍とかっていう概念の意味がないわけですし。 R1、うん、そうだよな。これは特別な攻撃だから、あ、壊れた。兵糧も心配だからとっとと個人の武勇で突っ込んだ方がいいだろう。今こそ敵陣に仕掛けるのだ。そうです、そうです。珍しく言ってることが正しい。城内の拠点はここ一箇所か。劉表と炎術の戦いは朝廷の中でどちらが正式に任命されるのかっていう政治闘争の色合いが強いんですけど、一回こうやってもう戦戦場に持ち込まれてしまったら無理やり抑え込むしかないんだよな。ここの投石機というか拠点を潰してしまえば城内に向かって投石活動ができるので、投石活動なんて言葉ないんだけど、この拠点兵長がいっぱいいるところを潰して外から援護をもらいながら、援護をもらいながら本陣の敵本陣の防御力を削っていけば時間の問題で押し込めるはずなんですよね。劉表のための303歩っていうのが見えた。ここが敵の拠点なのかな。まあ敵武将がいなければ自分一人で拠点を落とすのはそれほど難しくない。うん、それはいいので、とりあえず地ならし。うん、よし、あとはもうゴリ押しですね。ゴリ押しもどうかと思うけど、そういうゲームなんでね。
防衛兵長が上にいる。2回連続三角のボーナスで撃破してしまったので、あとは投石行為をしながら流氷を倒すだけ。新鋭隊さすが開封してるだけあって、自分の軍隊はしっかりと持ってるのかな。なんやかんやで1500人倒してますからね。まあ難易度の設定が普通だからっていうのもあるかもしれないけど、少なくとも炎術個人は無双武将が相手でなければ勝てるだろうと。あとはなるべく敵の数を減らして、胴上げ状態、敵を胴上げする状態にすれば、もう最近昔無双でジョカかなと思っていた アクションのアレンジなんだと思うんですけど、流氷の体力もあと2本になりまして、こんだけ味方がいればあとは、あおいしっかりしろ、あとはもうご利用してなんとかなるでしょ。もうあとは連打ですよ。もう三国志でも何でもないし、戦略でも何でもない連打っていう三角のボーナスで終了。流氷投用しても使いにくそうだしな。でももしかしたら意外と心意気が通じ合ったら、いや無理か、甘い希望的観測を持ってはいけないですね。上位を占領、当然よね。まあ、ここをもって史実の演術コースを超えたんじゃないかなという気はしますよね。あ、全然軍略はダメじゃん。自軍の存亡率 78%、 もうほぼ捕獲されても仕方がない状態ではあるが、内輪の結束は高まったのでよし。抵抗の猛炎、抵抗なんて語ではね、抵抗ってなるかもしれないけどね、これ帝風ですよね、かっこいい絵ですけど。細胞は実は優れてるんだけど、演技準拠のゲームではあまりいらないんだよな。断る。じゃあいらないっす、切ります。さよなら。超員もなんか赤壁の戦い前後で翻弄されてるイメージしかないんですけど、使いこなしたら割といけるんじゃないか。いや、じゃあもう切ります。開越軽視を得たことよりも開越を得たことの方が嬉しいですよね。これはぜひお願いしたい。この話逃がします。このエコヒーキ遺跡もね、法律とか作ってくれそうだから、意外と演説勢力にとっては有用なんじゃないかな。いいだろう、ありがたい。ぜひ食家ならぬ、なんて言うんですか、慶州の祖の国だから祖家を作ってほしいですね。劉表も来てくれるならぜひどうぞ。この話は、まあそうだよね、さよなら。我が天命ここでついえるか。史実よりも25年ぐらい早く死んじゃいましたね、残念。俺はこの辺じゃ結構有名。ああ文兵、慶州甲賀軍とかをお任せしたいですね。ありがとうございます。うん、劉表が滅亡しました。願ったりかなったりですね。あ、2つの軍を持ってたんだ、気づかなかった。これはもう内政重視、さっきからずっと言ってるけど、もう内政重視しかないっすね。交流をあとしないといけない。あとはもう攻め込まれた時の防衛戦のための準備をそろそろした方がいいんだろうか。とりあえずこの半年は劉表を滅ぼして慶州の地域を2つ手に入れたから、戦果としてはめちゃくちゃでかい。うん、ここでじゃあ3本目の動画ですかね。これは終わりですね。演術は大変順調であります。うん、まあ息子との友好度はもうお腹いっぱいです。うん、よし、半年こんな感じですけど、交流いつの間にかせずに半年経っちゃいましたが、ここで185年の上半期、そういう言い方はしませんが、春夏は終わりです。